IBM PC-XT は IBM が1983年に発表したパーソナルコンピュータ。オリジナルの IBM PC の改良版で、後継は IBM PC-AT。略称は PC-XT、PC-XT、XT PC など。正式名称は IBM パーソナルコンピュータ XT。型番は IBM5160。XT は エクステンディドテクノロジーを意味する。5160から084の場合、モデル5160、モデル084などとも呼ばれる。IBM PC XT は、IBM PC のハードディスクドライブ搭載モデルで、1983年3月8日に、IBM パーソナルコンピュータ XT モデル5160としてリリースされた。 ハードディスクの搭載と細部の改良を除けば、オリジナルの IBM PC と基本は同一だった。XT は主に IBM PC のビジネスユーザー向けの拡張を意図した。後にフロッピーディスクのみのモデルがオリジナルの IBM PC を置き換えた。また1983年10月に IBM3270 端末のエミュレータ機能を持った。 3270PC がリリースされた。ハードディスクやフロッピーディスクの管理のために PC DOS 2.0では階層化ファイルシステムが採用され、マイクロソフトから各社へ供給された MS DOS 2.0も同様となった。また XT の拡張スロットは後にいさ8ビットバスとして標準化された。 1986年演算能力を改善するため c p u を6 m h z クロックのインテル8286に変更した PC-XT286 が発売されたが、すでに PC-AT が市場に出ており短期間で発売は中止された。IBM PC-XT は当初は 128KB のメインメモリー。 360KB 両面の5.25インチフロッピーディスクドライブ、ゼベック 1210MFM コントローラーを備えた 10MB の C ゲート ST-412 ハードディスクドライブ、非同期シリアル通信アダプター、130W の電源装置などを搭載した。マザーボードには 4.77MHz で稼働する、インテル8088マイクロプロセッサと、 オプションのインテル8087数値演算、コプロセス作用のソケットが搭載された。1983年初頭に IBM が IBM PC の後継機を発表した際、初期のユーザーはおそらくインテル8186や他の先進機能を持った次世代マシンとなるだろうと推測した。しかし XT が実際に公開されると、 オリジナルの IBM PC と同じ 8088CPU を搭載したわずかな改良のみの新マシンであったため軽い失望が発生した。1983年11月雑誌バイトは記事で DOS2.0 はこのコンピュータ自体よりもより革命的で先進的であると記し拡張スロットの間隔が狭いため拡張カードが収納できるか確認する。 要消費者に助言し、XT は競争力のある価格で技術的に控えめだが IBM PC に忠実に設計されたと結論付けた。1983年末には XT の販売はオリジナルの IBM PC と並び、IBM は製造したものをすべて販売し続けた。1984年2286。22 CPU と16ビット拡張バスを搭載した IBM PCAT が発売され上位モデルとなった。1987年4月 PS にモデル30に置き換えられた形で IBM は XT の販売を終了した。標準搭載メモリは 128K だったがすぐに 256KB に増加された。また拡張スロットは メモリー拡張用にも使用できた。当初使用可能なディスプレイカードはオリジナルの IBM PC と同様に MDA または CGA であったが1984年にが g a 及び PGC が追加された。XT の拡張バスはオリジナルの IBM PC のバスと基本的には同じだが一部のレイアウト変更や制御信号の追加などが行われ、 あとの AT バスのベースとなり、さらには8ビットイサとして標準化された。1981年8月のオリジナルの IBM PC リリース号より、IBM はすぐに5つの8ビット i-O チャンネル拡張スロットが不十分と認識した。1981年10月の IBM 社内の出版では、 必要に応じて拡張カードを入れ替えることを IBM が進めたことを報告し、私の意見では、これは問題となると記した。事実上、すべての PC は少なくとも、ディスプレイカードとフロッピーディスク用、コントローラーカードを必要とするため、プリンター用パラレル通信カード、シリアル通信カード、メモリ拡張ボード、サードパーティーのハードディスクコントローラーカード、2枚目の、 ディスプレイカード、その他の専用アダプターカードなどには、残りのわずか3つのスロットしか使用できなかった。XT は8つの拡張スロットを持った。うち6つの拡張スロットは、オリジナルの IBM PC の5つの拡張スロットと同じスペースに配置され、アダプターカードの長さも同じだった。2つの拡張スロットは、フロッピーディスクドライブの背後に配置され、 アダプターカードの長さは短かった。多くのカードは2つの拡張スロットには収納できず、また特に2枚構成のボードなどいくつかのカードは、スロット間の狭さのために6つの拡張スロットには装着できなかった。多くの場合、フロッピーディスクドライブおよびハードディスクドライブのカード、シリアルポートのカード、ディスプレイアダプターなどがスロットを占有した。XT は、 C ゲート ST-412 を標準搭載し、最初の2年間はフロッピーディスクモデルを提供しなかったが、2台のフロッピーディスク用のコネクターとリボンケーブルが含まれていた。当時の多くのマイクロコンピュータのハードディスクシステムとは異なり、XT はフロッピーディスクから起動することなしに、ハードディスクから直接起動することができた。 XT と一緒に購入されたのは通常は PC DOS で発売当時は PC DOS 2.01987年4月の販売終了時は PC DOS 3.2であったまたオリジナルの IBM PC と同様に IBM PC XT には ROM の形で IBM BASIC が標準搭載された IBM と Microsoft の契約により全ての PC にはベーシックを含める必要があり、ROM ベーシックを前提として稼働する IBM Advanced BASIC プログラムが DOS に含まれた。オリジナルの IBM PC とは異なり、IBM PC XT の BIOS では、ポストの際にメモリーのカウントを表示した。XT のデスクトップケースはオリジナルの IBM PC と似ており、重量は32ポンド、幅は 約19.5インチ、奥行きは約16インチ、高さは約5.5インチだった。アメリカ合衆国で販売された当初の XT の電源ユニットは 120V のみで 240V は使用できなかった。このため後に 240V の電源ユニットを搭載した XT が国際市場向けに発売されたが消費電力はどちらも 130W であった。 XT の主なバリエーションには、以下がある。AB スコットミューラー、アップグレーティングリプリング、PCS セカンドエディションケブックス、1992-88022-8563、ピアニッシモ 59-79AB アーチャー、ローランドジュニア、ザエビー MPCXT&DOS2.00、バイト。 ピアニッシモ、294から304、https、アーカイブ、org、ストリーム、バイトマガジン -1983 から11、1983、11バイト08から11、インサイドザ、IBM PC ページ、N301、モード、にアップ2016年3月19日閲覧。 http://www.atmarkit.co.jp:/fsys/pcncyclopedia/003pc ヒストリー 01pc ヒストリー2 htmlit 管理者のための pc エンサイクロペディア第3回本家 ibm PC の歴史 IBM PC 誕生に IBM PC から IBM PC XT PC a t への進化から元アザブハルオ2002年6月14日ハットィベンダーフティック IBM パーソナルコンピューター クエスチョンズアンサーズ、IBM、ピアニッシモ、9から10、http コロンスラッシュスラッシュ BITSavers ドット・ t r a i l i n g ダッシュ e T g e トコムスラッシュ pdf スラッシュ IBM スラッシュ PC スラッシュ PC スラッシュパー r スオブユー f you 90 in XT セカンドリビジョンボードヴィンテージコンピューターフォーラム2017年8月6日閲覧 ありがとうございます。